ばんは。すみません、髪の毛が抜けているだけです。こんばんは、 AKB48 のぴょんこと安嶋太郎です。なんかすごく抜け毛の季節でしてね、本当にね、びっくりだなって感じなんですけど、今日はですね、あ、すいません、もう本当今なんでこんなテンション低いかっていうと、30分ぐらい昼寝っていうかお湯寝をしてて、今起きたところで、ちょっとはい、おはようございますって感じで、すいません、はい、おはようございます、ありがとうございます。はい、だからかって思ってください、すいません、こんな感じで、おはようございます。あ、メイクした後に寝てたので、美女というかメイクしてます。はい、メイクしてます、すいません、はい。メイクした後に寝ました、なんか眠くて。で、髪の毛をやろうって思ってます。なので、美女はそうです、メイクされているので、全然テンション低くはないですよ、はい、元気です。なんか昔の健康診断みたいな思い出しちゃった、はい、元気です。元気ですよ、めっちゃ。こっから上がっていきます、今寝起きだからちょっとあれだけど、配信しながら上げていきます。明日何しようかなって今悩んでます、めっちゃ。お腹は多分これから空きます。適当な話してる今。そう、ちょっと連休だったんですけどね、なんかあんまちゃんと
なんか急に決まっちゃったからさ、どこもあんま行けなかったなっていう。あとそう、急だとね人を誘えないんじゃないですか。だからね、どこも行けなかったなっていう悲しさはありますけどね。大阪前乗り1週間はやばい。え、私じゃあ明後日し明後日行かないけど平気？みんな、私明後日じゃあ国際フォーラムも幕張も行かないけど大丈夫？それでもいい？絶対ダメでしょ？絶対ダメでしょ？なんかめっちゃ調べたんですよ、インスタで女子一人旅ってめっちゃ調べたんですけど、なんかやっぱその御朱印集めとかしてる人とかはさ、やっぱさその目的があるじゃん、御朱印を集めに行くっていう。ピョン別に集めてないし、なんか目的なく行って交通費何してたんだろうってなったらちょっとやだなって思ってめっちゃ迷って、結局ドラマを見ている。あ、でもちゃんと服の片付けはしたよ。服はちゃんと片付けた。そうだから、やることはやりました。そう、秋服はねめっちゃ出すか迷ったんですけど、めっちゃ迷った。でもさ、昨日もちょっと暑かったじゃん。だからいつまでこの暑さが続くんだろう。暑さというか、たまに暑いよみたいな日が続くのかなって思ったら、なんかむずいって思って出すのやめちゃった。エンドレスサマーやばやだ、曲作ろう。もうあとね3日ぐらい早くねこの連休が分かってたらねよかったんですけどね。そう、前日から知るって、え、休みなん？そしたらそう、やりたいこととか行きたいとことかいろいろやったり行ったりしてました。もっと予定組んで。そう、福岡だって行けてた、こんだけ休みだったら。しょうがない、それが私たちの仕事。あ、ふるさと納税今年もしなきゃ。あれ、いつまで？12月までだよね。やばい、今年もやんなきゃ。
当ね、めっちゃギリギリにやってた。もうなんか締め切り、なんか本当に締め切りギリギリにやってた。うちその思い出だけある。いつまでやれるんでしたっけ。31日まで。え、じゃあもううち大晦日それやってたってこと。やばどんな大晦日過ごしてたの。東京ファンミ行くよ、嬉しい。私服なのかな。なんかもう別にさ、まあ、私服なら私服すぐポッて用意すればいいかと思って聞いてないんだよね、スタッフさんにまあ、ある私服でパッて用意してって思って、そうマネージャーさんに聞くのもちょっとあれだなと思って聞いてない。明日いるマネージャーさんに聞こうかな。明日、明後日でもその頃にはもう分かってるかな。え、どうなんだろう。まあ覚えてたら多分聞かないです、この感じ。橋本そういう連絡はだいたいなんかこの仕事が決まりましたよって時に来るんですよ。例えばじゃあ10月5日4日5日あれ私いつ5日かドラマのイベント決まりましたよってなったじゃないですか。その時に来るの。だいたいドラマイベントがこの日にあります。私服は、あ、服は私服か、まあ、衣装で、メイクは衣装か、あ、自分か、そう、誰かいますよみたいな。メイクっていうのも髪ね、そう髪の毛来るんですけど、今回そのこのイベントが決まりましたよが送られてきてないから、なんか気づいたらなんかあるよってファンの人に言われて、気づいたらなんか2日前みたいな2日前3日前とかみたいな感じになってるから、何すんだろういう感じよね。まあでもいいんです、全然。なんかついてる。はい、それでも全然もうなんかもう慣れっこ慣れちゃダメかもだけど、もう慣れっこなんで。だから私多分普通に、まあ分かんない、でも芸能界って多分そういうところなんだと思ってるから、きっとね。だからもはや普通に会社で働くってなったら、え、こんなに先の予定聞かれなきゃいけないのってびっくりしそうこんな、え、なんか1ヶ月後のシフトとか言われてるんだけどって。なんか友達、その看護系のお友達が私の周りには多いんですけど、なんかその子たちがなんか来月のシフトも明日までに出さなきゃいけないからみたいな、会うならいつみたいな感じで結構その聞いてたんですけど、なんかえみたいな、そんな1ヶ月後のさあ予定今決めんのみたいなそんな私は分かるわけないじゃないですか。だから、あ、行けたら行くわみたいな、いつも行けたら行くで、いつも行けてないっていうのがオチなんですけど、結局そう、そんな1ヶ月前に決められてもいけないので、私は行けたら行くわで行けないのが私なんですけど、
いぶ会ってない。マッチーさんハートありがとうございます。藤野大吾さんハートありがとうございます。そう、みんなすごいなって。だから推し活マジでファンの人とかって本当にすごいなって思います。急にだってさ、こっちの予定が分かんない、もうなんか急に分かるじゃないですか。1週間後とかに、劇場なんてもう本当に1週間後とかに分かるじゃん。みんな大変だなと思いながら、うん、ありがとうって気持ちを持ちながら今からまつげを やりたいと思います。なんで前髪やってからまあ次やんのって間違えちゃったね、発表ね、メイクの順番。スノーさん、ギャローさん、お花ありがとう。しゃ、いや、なんかドボンイベント終わってからこんなに時間あるのやめてほしいってでも毎年そうなんだよね、私そう、なんか毎年こんなこと言ってる気がする。なんかもうなんかやることないんだけどみたいな、ドボンないからなんかやることないなくないみたいな、ま、なんか前も去年も言ってた気がする。ドボン頑張った休暇ですかね、いらないかも仕事入れてほしいかも逆に。国前さん、ハートありがとうございます。いやもう私なんて、私よりピョンズのみんなに休みあげてほしい、本当に。私よりもみんなの方がそうだよ、私なんていいんだよ。行かない旅で紹介されたとこ、まあ都内に住んでらっしゃるんだったら一番行きやすいのは安居会じゃない、うん、きっとね。
新宿御苑から渋谷なんで、あ、大阪だったら明石ですね。そうですね、一番行きやすいのはきっとそう。北海道だったらまあニセコ、そう、あの、のつけのつけのつけの行ってください。やばすぎ。確かにリンクタウン、南大阪やった。南大阪でもいいじゃんね。こっちのもみあげ筋にしてない。いや、行ってください、野付半島。野付半島行ってくださいよ。あと奈良の吉野川なんで行ってくれないんですか。おみちゃん S にするの忘れてた。ください、ぜひ。みんなピョンの代わりに。こんばんは、スーさん、ハートありがとう。髪の毛抜けるなって話を前にしてたら、なんかでもその分生えてきてるからって言われたんですけど、でもこの長さになるには時間めっちゃかかるじゃないですか。ってことはめちゃめちゃ抜けてるじゃないですか。え、めっちゃ抜けてるじゃんみたいな。え、言いたいことわかります。え、ってことはでも減ってるって、相対的には減ってるってことじゃないですかって思って、嫌なんですけど。なんか励まされたつもりが、え、嫌なんですけどってなりました。結果嫌じゃないみたいな。だとしてもさみたいな。
こっちもあんな親父ギャグいっぱい言ってる人いる。微笑みながら見守る会微笑みながら見守る会の会長。ちょっとだけチーク食べて、45分ぐらいに配信終わります。急に急に言うやつね。もっとなんかさ、なんか5時間ぐらい配信するテンションで今いたけど今日は早め終了。可愛すぎるだって、ありがとう。長時間配信好き、嬉しい、ありがとう。お、まこひかりさん、ばんばしさん、ハートありがとう。あのドラマを見終わって、今はとあるドラマを見てるんですけど、またあれで言おう、メールで言おう。今何見てるか、そう、ドラマの話はメールでよくやってる。ハイキュー見返すのはね、終わったけど、全然もう3回目ぐらい見たい。もう一回見ても全然いいぐらい。え、本当に大好き。ハイキュー大好き。
ゆいゆいのも録画はしてあるよ。だからいつか見ようとは思ってます。ちょっとまだかな、まず最終回迎えないと。そう、一気見スタイルなので最終回を迎えてくれたら見ます一気見スタイルなの。トラック野郎さん花ありがとう、経由まさきさんハートありがとう。なんかそっちの方が一つのドラマに集中できる。でもそんなに長くそのなんていうんですか、結末とかを覚えてられないのですぐ忘れちゃうので覚えてはられないですけど、その時にめっちゃなんて言うんだろう、集中できるそのドラマにって思ってますね。だからそう、世間より3ヶ月ぐらい遅れます。でも別にそのなんか現場行ってそのなんて言うんだろう、ドラマの話してる人とかがあんまいないので全然なんかネタバレとかされない。みんな今韓国ドラマばっかり見てるから、メンバーそう、韓国ドラマ、てか結局みんなサブスクでドラマを見てますね。はい、その同じです私と。だから一気見してるかは知らないけど、結局そのリアタイとかで見てる時間がないので私たちは。バタフライエフェクトさん、なんか待ってたよ。あ、お待たせ、ありがとう。岩潤さんハートありがとう。オリビアさん花ありがとう。マジハートありがとう。ストレート、45分、50分ぐらいまでできるかも。もうちょっとできるかも。7時、ちょっとそれは持ったかな。お、お腹空いてきたじゃん。いや全然持ってない。7時までできます、配信。よかったね、あと17分。お腹空いてきた。今日食べたもの後でリバースするね。待っていて。
中華そばかうどんで迷い中。うどん。うどんです。私は今日さっきうどん食べたいなって思いました。なんであの日丸亀製麺170円の時行かなかったんだろうってすごく後悔したので、うどんに行ってください。うどんが食べたいので、私が私がうどんを食べたいのでうどんに行きましょう。なんで行かなかったんだろう、マジで。あの日行かなかったっていうか行けなかったんだよね。時間的にも結構もう遅かったし、そう、あの東京ドームシティを出たのが8時だったっていうのもあって、そう、そっから帰って配信もって考えたら、まあ行かなくてもいっかってなっちゃったなのでうどんで。え？え、お茶の中に虫浮いてたんですけど、そんなことある？え、最悪、もうこれ絶対飲めない。え、さっきまで浮いてなかったのに。え、うち今日虫と生活してたってこと？最悪だ言うなよ、ごめんなさい。え、そんなこと言うなよって感じですよね。すいません、まあ、確かに今日窓開けたわ。その瞬間に入ってきたのか、やつは。でもよかった、お茶の中であれしてくれて。いや、さっきまでは入ってなかったので。そう、だってもう今日これで、だってこの子と生活することはない、もう成仏してくれたので。あ、すっごいなんか、あ、気持ち悪かった、うん、いや、成仏してくれてよかったです。あと15分ちょっと飲み物なしで。でもほんとこんな虫でした、むしろ この間ね、鏡をきれいにしたんですよ。今鏡がピカピカで嬉しい。そう、メガネをきれいにしたいなって思って、メガネクリーナーでメガネを拭いてたんですけど、そう、なんか鏡もきれいにしようと思って、その日に鏡もきれいにして、いい感じ、ピカピカちゃん、ピカピカチャンネル。てか絶対ショールームのさ、このさ、なんかさ、すごい縦長に見えるんだよね、私の顔。なんで？なんかこのメガネじゃないや、鏡よりもすごい縦長なんだけど、私の顔がすごく嫌だなんかどうにかできないのかな、どうにかできないのかな。すごく縦長なんだよね。え、マジで実物が可愛い。え、本当にそう本当にそう。え、だから会いに来て、みんな。あ、そういうこと？私が上側に座ってるから、もっと真ん中に顔をやればいいってこと？
こういうこと、いや縦長なんだよなどう見ても絶対この鏡より縦長なんだよ顔が。お茶飲みたい、お腹空いたのを紛らわしたい、グミ食べる、明治グミ。背中に見えない、本当？じゃあいっか。いや縦長なんだけど。やだ。インスタは更新します。後からね。今日でシンクロときめき終わり。去年のドボンライブの写真見てる。後でいい、絶対これ後でいい。土曜日は上手が多いの？だって土曜日何？どこに、どういうあれになるのかわからないんですけど、まあきっと パフォーマンスはね、まああの曲はきっとするじゃないですか。あの曲は私は上手が多いですね。上手が多いってか上手にしか行かないです。下手行かないです。ただ何でしたっけ、そのイベント自体はちょっと何するか、あ下手か、すいません下手です、すいません。星屑の花でも星屑って席決まってんでしょ、だからもう無理じゃんもうどうすることもできないやつでしょう。
しょうがない。国際フォーラム。あ、これの写真撮らなきゃ。1週間ある大丈夫。見せたっけ、見せたか、これ写真撮らなきゃ。マジ MT のこの衣装のこの生写真全部顔漏れてるやつ使ってくれてるのありがたい。ちょっとこのハーフツインのこの髪の毛のピヨンってやつ気になるけど漏れてるんで後でこの写真撮らない。てつやさんハートありがとう。あ、明日にでもツイートします。やばすぎ。こんばんは。大丈夫。普段来ないスタッフさんからの LINE ってさ、ちょっと何ってなっちゃう。全然仕事、全然仕事とか言って、全然仕事 LINE 大丈夫なやつだった。大丈夫なやつ、前話してたやつだった。前にこの日かこの日にみたいな話になってたやつが、この日になったよって連絡が来ただけだったので安心しました。そうだから、みんなからしたら違う部署の上司から連絡が来たら、メールが来て、えってならないですか。え、何事ってなるでしょう。それです。そう、違う、今 LINE 返さずに普通に自分のカレンダーにだけ入れて終わってた。ありがとうございます。連絡返すの忘れてた、危な。あ、そう、あ、これはすぐちょっと出ないからまた今度にしようかな。でもせっかくだから今日だから今日にするんですけど、てかでもランダムなんって感じだね。
喋ってる途中にミュートにしてどっか行くやつ。あのね、先ほどねなんかあれになってたんですけど、ちょっと待って、どこ入れたっけな。あった、これだ。しちゃーん、 AKB48 劇場公演、劇場出劇、このステッカーが本日の7時半から販売されるみたいです。諦めました、ちょっと難しかった。AKB グッズ、あれ、あれ、 AKB グッズオフィ、オフィシャルショップ、これこれ、37種類からランダム。ちょっと待って、750円、AKB48 工事中出張公演ランダムステッカー3枚セットの登場。これまでサプライズで貼られて、サプライズで限られた座席にのみ貼られていた AKB48 オフィシャ、これまでサプライズにて限られた座席で、これまでサプライズで限られた座席にのみ貼られていたステッカーを AKB48 オフィシャルショップで販売されます。はい、選べません。どういうこっちゃ。ランダムは私本当に嫌いなんだなっていうのがすごく、あの、自分が推し活をしてて気づきました。マジで出ない推し。でもなんか可愛いんですよ橋本さんこれだからゲットしてほしい気持ちはあります。だから本当にランダムでゲットできた人たちはすごくおめでとうって感じでなんだなって思ってますね。はい、ベレー帽ちゃんをかぶりました。なかなかねベレー帽ちゃんかぶることなくて、なんか基本的に私ツイン飾りが多いんですけど、なんかこの日はなんかなんとなくベレー帽ちゃんにしちゃいました。したらなんかハーフツインだったんですけど、なんか隠れて可愛い、なんかおろしみたいな感じになって可愛いです。あの、まあいっぱい交換して橋本春菜ゲットしてください、どうにかもう一発で地引きは無理だって思ってるんで皆さん。はい、そんな感じ。私はちなみに財布に入ってます。以上、7時配信終わり。ランキング読みます。1位サプライズレバーさん、2位ヤローさん、3位鉄道ナイトさん、4位マジ、5位ベベモンさん、6位哲也さん、7位ともゆきさん、8位バージョン R さん、9位リスクさん、10位ナンスノさん、11位トラックヤローさん、12位、マークンさん、13位達也さんかな。ありがとうございます。すいません、結構走り走りのランキングでしたがありがとうございました。またそうですね、明日の配信は、明日は多分金曜ロードショーを一緒に見る配信をしたいという気持ちでいっぱいでございますが、わかりません。ということで、そんな感じでございます。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6646盛り上がりの皆さんに切ってきた映画をお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本春でした。ありがとうございました。またね、バイバイ、おやすみ、バイバイ、ありがとう、ピース。
回に。